シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は今週末公開映画、2月16、17、18公開の作品について語りながら今週のシネマサロンの課題作品を決めていきたいと思います。はい、それでは早速、今週二重丸が2本、1本目、別れる決心、はい、2022年度韓国映画、まあ、去年のカンヌ国際映画祭の監督賞受賞作ですね。で今年の、イギリスアカデミー賞バフタ2部門候補になってまして、監督と非英語作品の候補になってます。いつなんだバフタはね、そろそろだよね、うん、多分アカデミー賞よりも前だと思うんだよね、うん、イギリスアカデミー賞は、はい、それでアジアンフィルムアウォードの10部門の候補になってるということで、韓国映画だとあのブローカーとかもね、うん、ノミネートされてるんですよ。日本映画なんだっけな、まあ、主演男優賞で2人日本人がノミネートされてますけどね、まあ、アジアのアカデミー賞と言われる、まあ、別れる決心、あ、ドライブマイカーがまだ上がってるんだ、うん、だから多分ドライブマイカーと別れる決心が使っていくんじゃないかと思うんですけどね、うん、両方とも国際的に非常に評価の高い作品で、これに是枝さんのブローカーとか他の作品がどこまで絡むかってところだと思うんですね。で青龍賞でも作品監督、主演男優賞、主演女優賞、脚本、音楽の6部門で受賞して、候補的にはなんか10部門ぐらいノミネートされたと思うんですけどね。でゴールデングローブ賞の、外国語映画賞にノミネートされてます。ゴールデングローブ賞は今何て言うんだ、非英語映画かな、やっぱり非英語映画かもしれませんけれど、まあパク・チャノク監督の最新作ということでね。で主演も前あれだよね、なんだっけ、このタン・ウェイっていうね中国の女優さん、何に出たかチラシに書いてないっていう、すごいですねこれ。これどこですか、アイキュー、ハピネットさん、ハピネット監督ですね。なんで書いてないんだろう。あ、ラストコーションでね、一躍、ラストコーションって言ったんですか、ね、そうそう、一躍世界的に名だたる女優さんになったんですけど、いうことで、まあこれ楽しみと、はい、それから2本目の二重丸、ボーンズ&オール、まだ映画見てないんだけど、放題さ、骨、そして全てでよかったような気がするんだけど、まあワーナーだからな、無理かやんねえよな、絶対。まあ、もし僕がこれ手掛けて、まだ作品見てないからね、うん、本当はどうなのか分かんないけど、うん、でもこの字面だけ見たら僕だったら骨そして全てでやりたいな、うん、まあ、かなり内容はショッキングな内容で、すで、うん、にもうね世界中で賛否両論ですよねこれね、まあ、ティモテ・シャラメがね、うん、非常に評価高いですけど、ウェーブスっていうね、あれもハピネットがやった映画だったんですけど、うん、主人公の妹役をやって後半のだから主役になるテイラー・ラッセルがね、これでベネツィア国際映画祭のマルチェロ・マストレアニ新人俳優賞を取って、まあ、日本でいうと二階堂ふみと染谷君がね、うん、あの一緒にあのその資本の映画でマルチェロ・マストレアニ新人俳優賞を取りましたけど、うん、まあ、これでテイラー・ラス、でももうウェブスがね5年ぐらい前の作品なんで、まあ、新人俳優とも何か言えないような気がするんですけど、でもまあ非常に鮮烈なね。そしてマーク・ライランスがねいろんな評価賞の助演男優賞もすでに取ってますんで、うん、ベネチア国際映画祭では、ルカ・グアダニーノが監督賞も取ってます、ね、うん、まあ、君の名前で僕を呼んでで、もうすでにティモテ・シャラメと組んで、ティモテ・シャラメは今回制作も入ってますよね、うん、いうことで、まあ多分本人たちには非常に力のこもった映画になっていて、うん、果たして見るとどんな映画なんだろうということで非常に楽しみですよね、うん、でアメリカのインディペンデント・スピリット・アウォードに3部門ノミネートされてまして、うん、作品と主演女優と助演男優でノミネートされてます。から1本目の丸、ベネデッタ、2021年のフランス、ベルギー、オランダ映画ですね、その年のカンヌコンペティション、カンヌ映画祭のコンペティションに出てるんですけど、ということはもう最近ずっと言及してる当たり年の年なんで、ベネデッタも何も撮ってないですね、その時ね、カンヌ国際映画祭でね、チタンがねパルムドールを撮った年で、まあ、あの先日みんなで見ました、今日収録予定のコンパートメントナンバー6がね、はい、グランプリの時です、はい、ドライブマイカーが脚本賞の年の、コンペティ作品という、ポール・バーホーベンというと、まあ、オランダ出身で、ルトガー・ハウアーの、ね、作品で
危険な愛とか第4の男とかで世界的な評価を得た後、うん、ハリウッドに渡ってロボコップ、トータルリコール、氷の美少など撮って、うん、でもその後のなんだっけストリップ賞かなんかの映画をね、うん、撮ってラジー賞を撮った時に見事に授賞式にご出演されまして、うん、ご登壇されて、うん、でなんかその後やっぱりハリウッドは気に食わなかったみたいでオランダに戻ってね、うん、まあ、独自な今、まあ、フランスとかを中心に、映画監督続けてますけど、まあ、これもそんな作品の一本で1938年の7月生まれということで今年74歳になりますね。この間もね、あの L っていうね、はい、映画非常あれ見ました？ L って。いや、見てないです。面白いんですよ、なかなかね、うん、なんでちょっと最近こう異質な、うん、ジャンル系映画でありつつその人間の業とか宿命とかそういうのを描くような、作風が最近持ち味だと思います。2本目の丸、いつか君にも分かること、いつかの君にも分かること、はい、ね、どうもね僕このいつかの君にも分かることがね、うん、わざとやってんだと思うんだけど体に入ってこない、うん、いつか君にも分かることの方が言っちゃいそうですよね、うん、ただやっぱりこう違和感があるタイトルなんでいつかの君にも分かることの方がいいのかも分かんないけど、うん、気に食わないですね僕はいつか君にも分かることでいいんじゃない言葉の流れ的にはね、うん、そこののにいつも引っかかっちゃいますね。でもいつかの君なんで意味性もちょっと違うんだよね。絶対そうだと思うんです、うん、まあ、わざとやってんだと思うんですよ、うん、配給どこですかこれは。キノフィルムズ。あ、キノフィルムズ、あ、キノフィルムズっぽい作品ですねって思ってキノフィルムズっぽい作品だと思いますけど、はい、まあ、いうことでこれは2020年のイタリア、ルーマニア、イギリス映画ですね。ベネチア国際映画祭のオリゾンティ部門に出ました。あとワルシャワ映画祭と バラドリ映画祭の観客賞を受賞しているということで多分これ観客に響く映画なんでしょうね。まあ、予告編見てるだけでもう泣けてきちゃうもんね結構ね。まあずっこい設定ですよね。まあ、こういうのをずっこい設定っていうと人格を疑われますけど、まあ、もうすでに疑われ続けてるのでいいと思いますもうそういうあの悪の道をひた走ってますけど、でこれはあの去年ですか僕らも見てここでお話ししました阿部サダヲ主演のね、はい、何、カワペリモコリッタじゃなくて、突然言われ あなたあれですよ梅沢さんに似てますよね、うん、突然言われてもあのなんだっけあの映画アイアン牧本、あれの原作映画を撮ったね、そう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 、お見送りの作法だっけ、うん、というタイトルだったと思うんですけど、あれを撮りましたウベルト・パゾリーニの監督脚本作品ですよね。だからまあやっぱりそういうちょっとやっぱりね異質なちょっと設定にして、まあ、観客の、心情を喚起させてね、で、見終わった後余韻たなぶくように作るんでしょうきっとね、いうことで、まあ多分そういうタイプの映画だとは予想できますけれど、うん、ぜひ見てみたいですよ、ね、三角の1本目、NDJC 若手映画作家育成プロジェクト、まあ別にランク外にしてもよかったんですけどなんとなく気分的に入れてしまいました。僕は1回だけあのだから東京国際映画祭の日本映画部門の選定をお手伝いした年があるんですけど、その年にこの若手映画作家育成プロジェクトの2年分 DVD で見まして、うん、ああなかなかやっぱり面白いなと、ね、そこからあの将来的に素晴らしい監督も出てくる可能性もあるので、まあ、面白そうだな。ただこれ東京は2月17日から23日連日6時半1回ずつで1本だと思うんですよ。名古屋が3月10日からミッドランドスクエア、大阪がシネリーブル梅田で3月17日からということで、まあこういうのを見てね、なんかいつの間にか忘れた頃にあ俺なんかこの監督の若い時見てる、はいはい、お風邪ですか今日、ね、大丈夫ですか。大丈夫です、まあ、普段も大丈夫じゃないから同じですよね。水だけです。あ、そうですか、はい、じゃあ水に置きましょう、はい、いうことで、三角の2本目、まあこっちの方がきっと話題にはなってるんでしょうけど、シャイロックの子供たちということで、まあまたまたオールスターで、池井戸潤で、しかもなんかねテレビスポットでね倍返してかみたいなこと言ってましたけどね、まあ、相変わらずな感じですよね。まあ僕にとっては見ても見なくてもいい映画なんで、まあ選ばれたら見ます、喜んで見ますけど、まあ、もし選ばれなければ見ないかもなという。でも阿部サダヲさん、まあ、相変わらず面白そうじゃないですか。まあ別に阿部サダヲもそんなに思い入れはないです。そうですか。この中ですごい思い入れがある役者さんもそんなにないです。まあ佐々木蔵之介ぐらいかな。安井純平はちょっと見てみたいな。最近よくテレビのゲスト出演いろいろされてますよね。結構あの濃い系の演技をされる方が今回多いですよね。監督はあの松竹の本木克秀監督ですね。それからランク外、
アイス2人のプログラムということで、2018年のロシア映画モスクワ国際映画祭のコンペティションに出てます。監督はオレグ・トロフィムさんで、1989年生まれの34歳ということで、これだからよく公開したし、シャンテだもんね。結構よく突っ込みましたよね、これ。と制作から5年が経とうとしてるところですね。で、別にすごく有名な俳優が出てるわけでもないんで、まあ、一応売りは多分2018年にロシアで公開されて、ブラックパンサー、フィフティシェイズフリードなどの大作を抑えて2週連続1位で、その年のロシア年間興行収入の第4位を、記録して、2020年にも続編のアイス2が出て、まあ、これも大ヒットになったということで、多分まあロシアのドメスティックな人気ラブストーリー映画ということになるんでしょうけどね。それを公開5年から経て、日本公開するっていうんで、まあ、きっと、送り手の日本での送り手の思惑はあるんでしょうけど、ね、どうですか、佐藤さん、思惑は。どうなんでしょうね。まあでもその二次利用も含めてやっぱり公開してっていうふうに思われるんですね。でも二次利用もそんなに簡単ではないですよね。これがだからどっかの映画祭引っかかってれば、どっかの映画祭特集とか、まあ、あと監督が有名なら監督特集とか、まあ、いろいろねあるんだけど、なかなかアイススケート特集とかね、そういうことになってくるんでしょうけど、あとアスリート特集とかね。まあ、ちょっとリージェンツさんって私ってあんまり存じ上げないんですけど、僕もあんまり存じ上げません、ね、ちょっとその我々のね、マーケティング理論が通用しないところで動いてらっしゃる可能性もあるじゃないですか。まあご本人たちのね、とにかく配給したいっていう熱い思いかもしれないし、どうなんでしょうね、まあ見て気に入られたのかもわかんないですよね。それはあると思う、見て気に入ったらやるよね。そうですね。しかもあの値段が安くなるために、まあ何マーケットか下ろせば値段も安くなりますから ね、買い値がね。そうすると、まあ、日本で商売してもこのぐらいの値段だったらやれるっていうことでやられたのかも思うんですけどね、はい。続いてブルージャイアント、これちょっと興味があって三角にしてもよかったんだけど、なんか逆に意外に低いなって感じなんですけど、どういう意味ですか。もうちょっと三角だ、三角にしてもよかったって今申し上げましたよね、でも丸ではないんだな、ね、丸はないな、ああそうか、丸はないです。キャストがまあまあ私は興味がある、山田裕貴君でしょ、間宮祥太郎、山田裕貴君、ピアノが上原ひろみなんだね、あ、岡山あまねも出てるの、そうそう、キャスト豪華ですよ、若手俳優なかなかね、製造で、しかもあの割とアニメだと、取り上げにくい題材ですよね、まあ、原作は漫画だからコミックなんで、まあ、当然アニメにはなってもいいんでしょうけれどね、あのジャズプレイヤーとなると、これ割とどっちかというと実写で映画化とかね、多分これ割とお金がかかるんでしょうね、きっと。あの実写で見たかったですね。あ、そう、もうちょっと強く言っておけばいいんじゃない。実写で見たいです。そうやって非難されればいいと思います。実写でも見たいです。ということでね、まあだからちょっと見てみたいなとは思います。まあ三角でもよかったんだけどね。はい、続いて呪詛、悪魔の奴隷ということで、まあなんかこれはどうなんだろうと思うんだよね。一応売りは1980年代にイスラム教圏で最も怖いホラー映画として話題を集めたインドネシア映画のヨギリのジョギジョギモンスター、これを現代に舞台を移してリメイクして、2017年インドネシア映画の観客動員数1位を記録した、420万人っていうんで、これ結構いい数字ですよね、420万人はね。インドネシアって人口どのくらいいるんでしょうね。まあちょっと見てみたい気はしますよね。本国歴代興収第3位ってのもなかなかすごいよね。アジア圏のホラー映画ってね、いろいろ話題になるんで、ちょっと見てみたい気はしますね。2億7000万人、はい、2億7000万人、日本の2倍ぐらいですね、ちょうどね、ということは日本で100万人だとだいたい15億ぐらいなんで、まあそんな規模の2倍ぐらいという感じかな、30億ぐらいってことかな、日本の感覚だとね、はい。次、脳繊維質幸福の果て、まあ昔だとビデオ用に公開なのかなっていう風な感じで、まあ、2月17日から23日1週間限定ということで、まあ割となんか今の時代でもそういう感じなのかな。でもキャストはね、結構ニール・マクドナ、トミー・フラナガン、ホセ・マリア・ヤスピク、ロン・パールマン、ティム・ロスと個性のある面々も出てるんで、ちょっと見てみたい気がしますよね。僕の中の 30% の雑食がちょっと見てみたいと思います。そうそうそう、シネマンって言われてますけど、シネマン、
グルマンじゃなくてシネマンですね。シネマン、ああなるほどね。ちょっとあんまりいい好きな表現じゃない。雑食映画人種ですからね。でもアニメはちょっと食いが弱いというね。そういうことで、はい、続いて生きる大川小学校津波裁判を戦った人。これ結構ね、社会的にも問題になった裁判ですよね。いうことで結構ちょっと見てみて興味はあります。非常に、まあ、これは映画的にどうこうよりもその内容をね、ぜひ見てみたいドキュメンタリーですよね。はい、続いて、まあ、今週一番公開規模が大きいんでしょう。アントマン&ワスプクアントマニアということで、まあ、どうも僕このアンツマンっていうのは全く見たくはないですね。アントマンか、アンツマンだと一人で複数になっちゃうね。あんまりなんかちょっと僕は触手は伸びません。ミクロの世界は興味ない。いや、ミクロっていうこのアントマンっていうキャラクターがあんまり興味がないですね。キャストは相変わらずすごいです。ミシェル・ファイファーも出てない。なんか横目見せたらなんかマイケル・ダグラスに似てるおっさんだなと思ったらマイクル・ダグラスでしたね。はい、はい、続いてチラシゲットできませんでした。目の見えない白鳥さんアートを見に行く。それからこれは BL なのかな、アニメだと思うんですけど、平野と鍵浦、これアニメだよね。そうですね。これ BL もんですか、やっぱり BL だと思います。 BL 多いですよね。それから英国ロイヤルオペラハウスシネマシーズン2022-23ロイヤルバレーダイヤモンドセレブレーション。まあなかなか今外国旅行はできなくなったんで、こういうね、本国とかイギリスのバレーとか見たい人にはまあ必見なんでしょうね。そして劇場版選挙なんです。野獣馬のつもりだったラッパーと芸人が安倍元首相事件の日の選挙戦を記録した。あ、そうなんだ、そういう話なんですね。これはあれなのかな、 YouTube は関係ないのかな、この人たちは YouTube やってる人じゃないのかしら。 YouTube やってる方みたいです。 YouTube やってる方なんだ、うん、やっぱりそれが縁でたまたまその日の選挙戦を記録したってことなんでしょうかね。プロデューサーが大島新監督なんですね。これ大島新って知ってます？いや、本当に？何やって大島渚さんの息子さんです。あ、そうなんですか。で、テレビでドキュメンタリー撮って、あ、 そのまま監督になった方で、あ、きっとこれは視聴者になじられますよ。いいです。大島新知らないなんて。知らないことだらけ。だってここでも結構言及した監督の作品なんです。失礼しました。はい、続いてランキングは最後の作品ですけど、タスカーということで、北海道国境の町、優しい殺人者たちの物語。優しい殺人者というのは、あなたは人から殺してくれと頼まれたことありますか？ないです。まあ、あなた聞いたわけじゃないですよ。答えてくれちゃいましたね。まあ、なんか前にもちょっとね、全てうまくいきますようにだっての時にも話したけど、その安楽死を依頼されたらみたいなね、そういう話をしたことがありますので、まあ多分モチーフ的にはそれですね。あと今週はですね、特別上映でシアターイメージフォーラムで小樽イオセリアニ映画祭、アートヒューマントラストシネマ有楽町2巻撮りですね。東京はこういうのってやってみないとどのぐらい人が来るかわかんないですけど、小樽イオセリアニっていうとビターゼンドさんがずっとやってきた監督ですよね。今回これ初公開のやつが結構あるんですよ。なのでもし1週間以上上映したら、これもだから対象作品になってくるっていうことですよね。初公開の作品がですね、1,2,3,4,5,6,7,8本あるんですけど、そのうち中編が5本なんで3本が長編ということですね。で、1本が月の長寿たち、これも1984年のベネチア国際映画祭の審査員グランプリ取ってますね。そして光ありき、これが1989年、ベネチア国際映画祭の審査員特別大賞、同じですね。それから1994年の唯一ゲオルギア、これ長いんだね、すごくね。これちょっと見れないですね。唯一ゲオルギアは一体一部は246分、すごいね。ということで、まあ、その他小樽ヨセリアの代表作である落葉とか、素敵な歌と船は行くとか、月曜日に乾杯とか、まああれですね、ヨセリアニを見るにはこんだけまとめてやってもらうのは非常に嬉しいですよ。ということで、これも一応ね、公開作品の対象になるのかと思いますんで、一応ここで言及しておきます。あとは後でまとめましょう。ということでここまでですかね。はい、じゃあ T さんの気になる作品はいかがでしょう。気になる作品は別れる決心、ボーンズ&オール、シャイロックの子供たち、
いつかの君にも分かること、うん、ブルージャイアン、うん、なるほど、はい、はい、あとあの告白しときますけど、うん、はい、私あの補欠を間違えましてマンホールハッシュタグマンホールを見てしまい、はい、なんだっけ、エゴイストを見落としたので、はい、エゴイストは自動的に来週の収録作品になるということ、はい、なので4本選んだら5本だし、5本選ばれると6本見なきゃなんないという、なかなか大変だし、じゃあ6本選んで、あ、5本選んでみましょう。でも6本選んじゃうと来週ね、2022年度ペッカヤバリット会があるんですよね、うん、これが多分2時間ぐらいかかるんで、うん、大変なことになる鼻、まあ、水が皿に吹き出たじゃないですか。はい、じゃあ決めていきたいと思います。はい、どうぞ。まあ竹内さんが挙げられた二重丸、別れる決心と、はい、うん、モンザントオールは私も見たいので、はい、決まりかなと。それからやや引き気味のシャイロックの子供たちは、うん、公開関数も多いし、うん、地方の方も見やすいと思うので、うん、私はこれとさ、うん、ブルージャイアントとどっちがいいの？私はブルージャイアント実写だったらもう間違いなくブルージャイアントってなりますけど、 T さんはシャイロックとブルージャイアントだったらどっちが見たい？どっちかだったらシャイロック、ね、あ、そう、じゃあいいやん、それでブルージャイアントが良かったですね。ブルージャイアントもちょっと気にはなるんですけど、ね、うん、じゃあいいです、あの日本映画一本もなくなっちゃう、ね、ちょっとアニメに冷たいし、沼さん本当だね、はい、で、3個で、最後の1本が、うん、まあ、ちょっとオーガーがちょっと見たいなっていう度合いが上がらなかったので、いつかの君にも分かることかな。お、そっちを取るんだ、うん、オッケー。竹内さんはどっちかなと思ってた。ベネデッタ。いや、まあどっちでもいいけどね、うん、まあ、クロックワークスさんもキノフィルムズさんもなんか常連すぎちゃって、うん、うちのチャンネルの、うんうん、もうクロックワークス3連発になっちゃうなともちょっと思ったんですけど、ね、いつかの君はどこなんだっけ。キノフィルムズさん。あ、そうか、同じ。そう、そのカオカのえベネデッタは どこなの。クロックワークス。あ、そうなんだ。そうなんです。あ、だってフォール、銀平町、シネマブルース、うん、ベネデッタって3連発になっちゃうしね、うんうん、ちょっと、ちょっと持っちゃったり、うん、で、個人的に見たい度は、うん、まあ同じぐらいだったんですけど、うんうん、まあいつかの「の」「君にも」「の」をちょっとね「の」の謎を解きたいなって。いや別に謎じゃないじゃん今は分かんないけど、いつかね50歳ぐらいになったら君にも分かるよねって、そういうことだよね、まあ、端的に言えば、端的に言えばね、まあ、極端に言えば、うん、うん、まあ多分15から18ぐらいで分かるんだと思いますけどね、うん、はい、うん、じゃあそういうふうに、あ、じゃあいつかの君にも分かること、間違えないでくださいね。それ間違えないのあんたでしょ。いやいや、あなた、いや、あなたは絶対にいや、そう言っときながら来週きっと抜け抜けといつか君にも分かることって言いそうじゃないですか。いや、そうじゃなくて、うん、作品を間違えないでください、ね、あ、間違えるかも、うん、間違えるそれは間違えるかも。いや、T さんリマインドよろしくお願いします。何と間違えますかね。いや、だからベネディッタでしょ。ベネディッタ、え、ベネディッタ見ちゃってる。なんかいつの間にかシャイロック見ずにブルージャイアント見てるかもしれない。いや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 、うん、見たい方向に。ブルージャイアントって言ってなかったっけ。いやいや、じゃあおさらいです。竹内さんが間違えないようにおさらいです。いや、いくら佐藤さんの力説しても間違えるときは間違える。いやいや、今週のシネマサロン課題作品は、別れる決心、はい、ボーンズ&オール、ね、そしてすべて、はい、いつかの君にも分かること、うん、そして邦画ちょっと一本になっちゃいましたが、シャイロックの子供たち、以上にしたいと思います。なんでこういう週あれなんだろう ね。なんかインデペンデントの大きなやつぶつければいいのにね、うん、そうですね。そうすると邦画ファンはそっちに流れるかも。そうなんですよ。じゃあ引き続き特集上映お願いします。はい、まあ結構見たいなと思う鈴木清純、生誕100年映画を駆け抜けるっていうことで、まあ、昔僕大学時代に文芸座さんがね、オールナイトで日本監督全集っていうのをずっとやってたんですよ。でね、鈴木誠二はね6週か7週にわたって、だから5本かける6だったかな、5本かける6だったかな、でそれをねほぼ見たんですよね。だから多分誠二は30本以上見てると思う、35本ぐらい見てると思うんだけど、今回その時に見はぐったやつもあってですね、うん、やっぱりじゃあ鈴木清純監督は高く評価し、うん、なおかつ面白い映画を撮られてると思ってらっしゃるんですね。それはもう間違いないとこだと思う、うん、もちろん好みがあるんで一概には言えませんけど、うん、今回も結構、あ、このほらテレビ作品とかやるからね、このシネマベーラさんは。なるほど。今回だからカンテレ大映企画、大映京都で撮った穴の牙とかね、それから特別上映で広光青春物語、うん、
こういうのはなかなか見られないからいいよね。あとね、意外とね、初期のね、日活の、あのまだみんなが青春って言ってない頃の作品っていうのも結構よくってね、僕あれが好きなんだよな。これやるかな今回、峠何したっけな、タイトル忘れちゃって、もあれ結構好きだったんだけどね。あと僕一番好きなのは、タイトルも忘れちゃった、何したっけ、出てこないね。まあこれ割と初期中心のプログラムなんで、なかなかめったに見られない。まあこの中でまあ代表作といえばやっぱり東京流れ物、春風伝、入れ墨一代、素晴らしい映画ですね。それから干されてしばらくぶりに撮った、松竹で撮った奇襲物語が非常に不思議な映画、ここにも書いてあるけど、公開1週間で打ち切りとなった問題作ということで、結構変な映画ですよ、ね。初期のすっぱだかの年齢とか、獣の眠りとかも面白いですけどね。どこで生きても流れ物っていうね、東京流れ物ね、不死鳥の鉄っていう名前なんだけど、渡里哲也さんは俺は不死鳥の鉄だぜって言うんだよね。なぜ不死鳥なんだろうと。不思議ですね。不思議なんだよね。なかなか清純さんの映画って不思議でね。私、地声ネオライゼンとかカゲロウ座ぐらいからしか見てなくて、でしょ、もうなんか芸術映画になってからだもん、ね、そうで、殺しの楽園見ておうおう、わあ、やっぱ変わってるわって。いや、殺しの楽園素晴らしい映画ですよね。原作が確かあれだよね、外国の小説なんだよね。でもその3本しか見てないと、うん、過去のやつもやっぱり変わってるんですかね。え、プログラムピクチャーは一応プログラムピクチャーで見られるんだけど、随所に青春っぽいところは見える、ね。なるほどね。例えばだから、その、あ、峠を渡る若い方だ、すごい思い出したよ。これはもう和田浩二主演の、いやいや違う違う、和田浩二主演のプログラムピクチャー、さっき言った、ちょっとだからもうこの辺からなんか屋台かなんかで、かき氷なんか食べてんだったかな、はい、そうするとシロップをブシャブシャブシャって引っ掛けられるんだけど、うん、赤青黄色オレンジみたいな、うん、あ、これも青春だなと思って、結構ね、それはカラーだ、せいちゃんね、これはカラーだ、頭の中でカラーにしてんのかな。いや、カラーだったと思う、カラーだったと思う、ね、うん。あとやっぱ入れ墨1台今回やるんだけど、これがあのホリゾントが和室のようにこう仕立てられていて、それであのパタンパタンパタンと、あの空紙だったか障子だったか襖だったか忘れたけど、これが倒れていくとそこに異世界が広がるみたいな。入れ墨1台結構好きな映画でした、ね、意外とだからこの初期の作品も非常に面白い。当時名前がね、鈴木清太郎だったんですよ、最初出てきた時は。鈴木清太郎作品は悪魔の街と小綱は歌う海の純情とか、この辺やるんですよね。だからあの鈴木清純をあの何完璧に見たい人にはこれなかなかいい。東京流れ物の上映後に松原千恵子さんのトークショーもあるらしいですよ。え、しかも聞き手岡田優さん、岡田博さん、なかなかねこれ面白そうですね。まあいうことで鈴木清純ね、なかなか日本の得意な監督で、海外の映画祭でもね、この20年ぐらいかな、結構認められてね、まあ日活でわけのわかんない映画作るなっつってね、裁判になったりいろいろしてましたけどね。はい、そして今週の特集特別上映の3つ目企画は、渋谷のユーロスペースで上映されます、もうこれずっとやってますね、イスラーム映画祭もう8ですね。で今回もまあいろんな映画やるんですけど、日本であんまり見られなかったトニー・ガトリフのエグザイル愛より強い旅とか、 あとサミラ・マフマルバフって知ってます？マフマルバフってなんか作曲家？監督だよ、それの娘さんですよ。そうだから、うん、お父さんが作曲家と。違う、お父さん監督、お父さんも監督、うん、その娘なんですよ、すごく有名な。で彼女のなんかデビュー作を確か国際画祭で見たけれど、なかなかやっぱり力のある人だったんで、このサミラ・マフマルバフの映画もぜひ見てみたいなと思いますよね。それからあ、ナディン・ラバキーのキャラメルもやりますね、これ確かカンヌかなんかでかかった映画だったと思うんですけど、そしてナディン・ラバキの私たちはどこに行くの、まあ、他にもいろいろあってね、こういう系の映画が好きな方にはなかなか見られるチャンスがないのでいい機会かなと、まあ、本当に東京見るもん多くて困りますよね。はい、そして今週の、短観名画座情報ですけど、角川市でも有楽町では RRR がまた17日、1週間限定で1日1回上映される、うん、
さすがにここまで来て見てない人はね、そんなにこれからチャンスが、まあ、名画座には回ると思いますけど、あれなんで見られる時に見とくと、ま、今週もね12位にランクインしてますからね。そうですよね、まだ他でも上映してますけどね。恵比寿ガーデンシネマはジム・ジャームッシュスペシャルセレクション、もう終わったかなと思ってる人もいるかもわかりませんが、1日1回だけ続映中なんで、それから池袋シネマロサでは2月18日から24日までインディーズフィルムショープレイバックということで、多分これ今までシネマロサさんで、上映されたやつの再映だと思うんですけど、インディペンデント日本映画がお好きでずっとご覧になってる方、シネマロサさんを応援されてる方はチェックしてご覧いただくといいかなというふうに思います。はい、それから、シネマロサさんでは17日から多分これ凱旋上映になって、初日は確かトークイベントもついてたと思うんだよね。誰がトークするんだろう、監督と主演かな。夜明けまでバス停で、まあ、結構いろんな賞を取ってます。毎日映画コンクールの日本映画特別賞だったっけ、それからあとキネマ旬報ベスト10の第3位だったかな、それと、日本映画監督賞だったっけとか撮ってると思うんですけど、まあ、かなり昨年話題になりました夜明けまでバス停でシネマロサで、再映と。からアップリンク吉祥寺では、17日からさまよう愛と孤独ロウイエ監督特集ということで、まあ、実はあのアップリンクさん配給としてはね、ずっとロウイエを配給上映されてた会社さんなんで、今回その中からスプリングフィーバーとブラインドマッサージの2本が上映されますね。だから T ジョイ品川プリンスではですね、日本アカデミー賞の候補作品になったのをアカデミー賞多分上映委員会のあの肝入りでやると思うんですよ、うん、なので日本アカデミー賞の候補作をご覧になりたい人は T ジョイ、まあ日替わりだと思うんだけど1日前1回か2回ぐらいに上映だったと思うんですけどね、やるんで、もしよろしかったらご覧ください。新聞ゲザさんはまあ相変わらず番組多いんでちょっと言っておきますけど、18日までこのチャンネルでもやりました秘密の森のその向こうと、佐古さん激賛のアフターヤン、うん、から18日はポール・トーマス・アンダーソンのブギー・ナイツとパンチ・ドラン・クラブそれぞれ1本立てでやるみたいですね。19日はフィリップ・ラショーの愛爆弾ということで、バッドマン、あ、違う、パッドマン、いや、バッドマンバッドマン、史上最低のスーパーヒーローと東京国際映画祭でも話題になった作品はやんないんだね。シティ・ハンター・ザ・ムービー史上最高のミッション字幕版ということで、今度ねあの鈴木亮平さんがシティハンター実写化されるみたいですけど、フランスでシティハンター大好きなフィリップ・ラショーがね映画化した、フランス版シティハンターも上映されます。あと19日はそのポール・トーマス・アンダーソン特集のマグノリアが上映され、それから3月2日まで現在上映中の追悼蔡雄一境界線に立ち続けた表現者が19日から3月2日までやりますね。僕はあの見逃してる10階のモスキートをぜひ見たいなと思ってますけど、多分シネマサロンのせいで見られないと思うんですけどね。それから24日、アメリカンユートピア、今回はイベント上映じゃなく落ち着いて見たい人用だったと思うんですけど、ちょっと調べてから行ってみてください。それから23日ハリウッド創世紀の巨匠デイビッド・ウォーク・グリフスと名家リリアン・ギッシュということで、今ちょうどねブラッド・ピット主演のバビロンやってますけど、まあちょっとその頃のハリウッド創世紀の巨匠ということでね、 D.W. グリフスの作品をやるということなのでご覧いただければと思います。文芸座は以上ですかね。早稲田松竹は18日から24日、このチャンネルでも取り上げました3本が上映されます。Don't Worry Darling と The Menu の2本立てからレイトショーがアムステルダムということで、まあ、去年見逃された方はぜひどうぞ。から目黒シネマ18日から24日はビム・ヴェンダース監督作品特集ということで、まあ、ビム・ヴェンダース見逃してる方は結構ここでキャッチアップできますんで、ぜひ行っていただけるといいと思います。上映作品はパリ・テキサス、ブエナビスタ・ソシャル・クラブ、ベルリン天使の歌 4K レストア版、アメリカの友人 4K レストア版、都会のアリス 2K、 あ、なんでこれだけ2って呼んだんですかね、僕 2K でしたね都会のアリス 2K レストア版、回り道 2K レストア版ということで、僕見逃しているアメリカの友人 4K レストア版みたいですね。これはパトリシア・ハイスミス原作で太陽がいっぱいの原作になった、なんだっけ、わぁ出ないね、まあきっとコメントいただけるでしょうけどね、あのマット・デーモン主演でもね太陽がいっぱいので原作を映画化されてますけど、まあ、あの主人公のシリーズの一本ですね。これ確かデニス・ホッパーがそれエンジンだよね。
それから、神保町シアターは2月24日まで沢井慎一郎と相馬井慎二監督特集続映中ですね。下田高井戸シネマ18日から24日は小雪さん主演の桜色の風が吹く、このチャンネルでも取り上げました窓辺に行ってみんなのバカンス、そして昨年話題になりました、ここでは取り上げず僕だけ見ました、マッドガッド、マッドゴッドですね、はい。それからクロード・ミレル映画祭、このチャンネルではなんだっけ、シャーロット・ゲンズブルの生意気シャーロットだけ取り上げました、クロード・ミレル映画祭上映されます。ラピュタ阿佐ヶ谷は2月25日までいよいよもう終わりですね。確か一番見たい明治教国伝三代目襲名は今週上映じゃなかったかなということで、これはあの日本人気映画のね代表傑作なんで、もしお好きな方はぜひ。3月11日まで田中絹代特集、レイトは3月10日まで空想科学映画祭、モーカー佐賀は今週17日から23日までは明日に向かっていて、ミーティングザビートルズインインド、それから、窓辺にて、窓辺にて結構今週いろんなところでやってるんです ね、まあ、去年話題になった日本映画の一本ですからね。それから僕激推ししましたビッグピック、それからサバカンサバカンラムラムと二度読み三本、二度読み特集、このチャンネルでも取り上げました二度読み特集3本ね。二度読み多いからな、ピックピックサバカンサバカンラムラムと、そしたらチタンチタンフォールフォールとかもやるんですかね、うん、チタンチタンフォールフォールもやるんじゃないですか、うん、それから、キネカ大森の名画座は今週ロッキー VS ドラゴンロッキー4とランボーラストブラッドというシルベスタスタロン特集ですね。それからある男が今週から、キネコームで再演されます。これも昨年の話題作でキネマ旬報ベスト10の第2位だったかな、ある男、撮ってると思います。あ、ちなみにさくらちゃんがアジアンフィルムアワードの助演女優賞にノミネートされてますね、このある男でね、うん、まああの世界中で安藤さくらの演技力はもう評価されてるんで、アジアンフィルムアワードもねさくらちゃん登場率結構多いですけど、からストレンジャーは、ドン・シーゲルのね、これ見たいんだけどね、殺人者たちなどを今上映してます。3月2日まで、ぶっ放せドン・シーゲルセレクション60年代から70年代が続映中ですね。それから下北駅前シネマ K2 では18日からこのチャンネルでも3本とも取り上げました日活ロマンポルノナウ、手愛してるユリノアマオと3本が上映されますね。下北沢トリウッドは今週18日からこのチャンネルでも取り上げました恋人はアンバーということで、まあ、東京は相変わらず盛りだくさんで見逃してる映画をねキャッチアップしたいんだけど新作映画もそれなりに多いと。でも今週新作映画そこそこだからね、うん、先週の多さに比べると ね、でも先週の映画もキャッチアップしたいよねっていう人もいるでしょうしね、まあ、僕は絶対キャッチアップしたいけど大事激推しされてますしね。僕はどうも胎児だと思うんだけどね、あのアクセント辞典見たら胎児らしいです、胎児な教えてくださいましたね、はい、本当なの、アクセント辞典あの検索したらそうすると胎児、胎児と胎児と胎児は一緒です、胎児と胎児と胎児は一緒なんだ、はい僕は胎児ということでね、よくわかんないジョークでまとめてみました、はい、はいはい、ということで、今週のシネマサの課題作品竹内さんが忘れないようにおさらいです。いや言われても忘れるから、ね、そんなのあなんか思い込みだね、忘れるというよりも、ね、思い込みなんだよね、なんか途中でいやいやそんなはずはない、僕にシャイロックを見せろなんて言ってるわけやない、シャイロックシャイロックシャイロック見たいものがこう来たよね、シャイロックシャイロック、そうそうそう、なんとなくねエゴイストよりもねハッシュタグマンホールの方が見たかったんだと思うんだよ、うん心の叫びだったつうか、なんとかいつの間にか思い込みでエゴイストが補欠でハッシュタグマンホールが正規に選んだ収録するエゴイストの竹内さんに聞きたいことあるんだよな、いやだから見ないと言ってないんだ来週収録するんだからいいじゃん、今週喋り倒すつもりだったのにな、そうなんだ、じゃあ一人でやればいい、いやいやいや T さんと二人でね、そうなんか、そうなんか、ここで見てるからこの脇、そうはいかない、そうはいかない、ということで竹内さんが忘れないように、いや忘れるんだって思い込みなんだから忘れるんだよ、今週のシネマサの課題作品は別れる決心ボーンズ&オール、いつかの君にも分かること、そして邦画は一本ですがシャイロックの子供たち、シャイロックの子供たちですよ、ブルージャイアント楽しみだ、ね、よろしくお願いいたします山田由紀君はどんな風にやってということで、ね、すいませんちょっとねなんか俺の選出にも問題があるんじゃないのみたいな、岡山天音君の声もちょっと聞いて、ね、ご意見もいただいててね、竹内さんの見たいものをもっと選べっていうご意見もいただいてるんですけどそんなことはないっしょ別に ね一応二重丸とか丸つけていただいて、いやほら地方の皆さんにやっぱ申し訳ないですからね
今週はシャイロック見ますよちゃん、はい、ありがとうございます。ということで皆さんのリクエストをご意見をお待ちしております。つけてんだからそんなに嫌じゃないんだよ、うん、役者もいっぺんにね30人ぐらい見られるし、そうですね、うん、ということで、はい、課題作品決まりましたんで皆さんどんなね感想をお持ちになるか楽しみにしております、はい、どうもありがとうございました。